効果とは、一般に何らかの金属で作られた貨幣である。コインとも呼ばれる。かつて、コインは、基本的に金や銀の素材金属の価値と額面の差のない本に通貨や、その補助貨幣として鋳造されることが多かったが、現在は、管理通貨制度の下で、俯瞰紙幣と並列して、素材の価値が額面を大きく下回る効果のみが、流通する。他方、経済学においては、 効果は、ハードカレンシーや本位貨幣を指す言葉であり、対義語の、なんかとは、国際決済に用いられない、用いることができない通貨を指す。詳細は、貨幣史を三小減損している最古の効果は、アナトリア半島のリリア王国で作られたエレクトロン貨である。効果がいつ誕生したかについては、確かなことは分かっていないが、紀元前10世紀頃のギリシアではすでに作られていた。 ようである。よく知られた話によると、物と物との交換に嫌気がさした、ギリシャ人が物の交換の中立ちになるものを使っしかしてつくぎは作るのは簡単だが形状が今一つで、人にやるわけにもいかず。その後、リディア近郊に住んでいた若者が、後にコインと呼ばれるものを作って国王に献上したところ、ギリシャ人は皆その発想に驚いたという。それから、 紀元前600年から紀元前300年にかけて、ギリシアでは各地の伊型彫刻工たちが芸術性を競い、シラクサ出身の鬼門、エウクレーダス、エウアイネトスなどの腕の良い彫刻師が現れた。古代アテナイのテトラドラクマ銀河硬貨は、一般的に丸い形をしているものが多いものの、四角、五角、六角、七角、八角など多角形をしたものも存在する。 このうち頂点の数が奇数の多角形はしばしば低幅図形となっている。他にも周囲をホタテ会場にしたものなどが流通している。高貨の真ん中に穴を開けたものも各国に存在する。この穴は古来紐を通して保存する目的で開けられたが、現在のコインは小額かつ小型であまりその有用性は重んじられていない。しかし、同じ大きさのコインの食感による弁別を容易に、 するため、この意味での穴の存在価値はある。流通を目的としない、収集家向けの効果には、ギターの形や国の地図の形など特殊な形態の効果も存在する。周囲に溝が刻まれた効果は、世界中にあるが、元来この溝は原材料である、貴金属の不正入手を防ぐために考案された。金銀貨の周囲を不自然にならない程度に、 やすりで削ってその削りカスを不正に手に入れるという犯罪が横行したからである。対策としてコインの周囲に溝を刻み少しでも削ると目に見える変化が現れるよう改良した。現在の貨幣に見られる周囲の溝はこの対策の名残である。なお、現在においてはこの周囲のギザは視覚障害者にとって触感で効果の区別を行う重要な手段であり、ユーロ効果などでは 周囲の溝のみならず、くぼみや溝など学面によって判別が要因になるように工夫されている。また、イギリスでは、視覚障害者が効果の判別を行いやすいように、円形ではない多角形の効果が、あえて導入されたこともあった。紙幣には番号が印刷されているが、効果は同一の刻印で、金属板を打刻するため番号を一枚ごと変えるには、膨大な版型を必要とし、 現実には不可能のため発行年度のみが刻まれる。万が一不良品が出た場合でも発行年度の情報を手がかりに解消の対応策が取りやすい。アレクサンダー大王の肖像、トラキアのリシュマコス発行のテトラドラクマ銀貨、紀元前297年紀元前281年頃、西洋ではコインには発行当事者の肖像を彫ることが、 ヘレニズム時代より行われた。肖像は、異性者が変わっても、貨幣価値には変わらず、回収されることはなかった。今も君主国では、現在の君主の肖像を刻むことが多い。また共和国では、過去の大統領や歴史的偉人の肖像などが用いられる。近年では欧米でも、肖像を用いない効果が増加している。東アジアの伝統的な効果では、 肖像は用いられないが、真の末期に各地で製造された近代皇家の中には、高所定の肖像を刻んだものが存在する。また遠征外は中華帝国皇帝として、自らの肖像を皇家に刻ませている。中華民国も、孫文や小解析の肖像を刻むことが多かった。日本では、恐れ多いとして、天皇の肖像が刻まれることはなかったが、 明治初期の紙幣と1957年の100円銀貨発行時に試みられたことはある。欧米諸国の効貨、実在の人物の肖像を図案とした最初の効貨は2010年に発行された地方自治法志向60周年記念貨幣であり、坂本龍馬の肖像が刻まれた。効貨の素材としては古来より金、銀、銅の いわゆる貨幣金属と称されるこの3種の金属が貨幣製造に用いられてきた。この他にニッケル、アルミニウム、亜鉛、鈴、鉄などの金属や、さらには非金属では陶器や樹脂などを素材にしたものもある。メッキしていない亜鉛、鈴、鉄、陶器、樹脂などは効果の素材としてはあまり適していないが、戦時中などの非常事態の場合に、 そのような材質で効果が製造された例がある。逆にプラチナやパラジウム等の白金属元素の金属を用いた効果も存在する。法務貨幣制度においては、額面相当の金や銀を含有した効果が用いられた。補助貨幣では、銅や銅合金を中心とした素材が用いられ、素材の価格と製造費用が額面を上回らないように選ばれてきた。 例えば、日本では、臨時通貨法の下での100円効果は、当初銀貨であったものが、インフレの進行に伴う、素材価格高騰を反映して白銅貨に置き換えられている。あるいは1950年に発行が計画された10円用銀貨については準備中に用銀に用いるニッケルの価格が高騰したため、ニッケル等使用制限規則により発行が取りやめとなった。さらに、 1906年、1918年から1922年には銀価格高騰により補助銀貨に一部しの懸念が出たため両目削減の改正も行われた。通貨としての流通を目的とした金貨や銀貨が世界的に見られなくなった現代社会においては一般的に高額効果は白銅貨が低額効果には青銅貨が用いられる場合が多く、 さらに小額の効果には、日本の1円硬貨のようにアルミニウムが用いられる場合もある。高学効果については、偽造防止などのため日本の500円硬貨のニッケル王道のような特殊な合金が用いられる場合もある。日本の1円硬貨やアメリカ合衆国の一銭と効果などは、額面以上の製造費用がかかっており、製造すればするほど赤字となっている場合がある。 これらは便宜上需要があるため製造を打ち切れないためである。通常は全体が均質な素材であるが、2種類の金属をサンドイッチ状に貼り合わせたクラット貨幣やユーロ硬貨のうち1ユーロ、2ユーロ硬貨のように中心部と外周部で異なる金属を使用したバイメタル貨幣と呼ばれるものもある。また、硬貨の発行は金属の備蓄を目的に含む場合もあり、 それに対応する素材が選ばれることもある。例えば、日本では1933年に発行した昭和8年名の10銭と5銭硬貨は純ニッケル素材であったが、これは予測される有事に備えて、兵器の材料として不可欠なニッケルを輸入する口実として、あえて素材を変更したもので、いわば軍事物資のストックの隠れ身のであった。 実際に戦争中は流通していた銀貨やニッケル貨を回収して紙幣やアルミ貨、鈴貨に置き換えた。その後も戦争の進行に伴い欠乏する航空機用アルミニウムを捻出すべくアルミ貨の両目を減らしたものに置き換え、最終的にはアルミ貨をすべて回収するために投貨の発行も準備された。世界でも戦時下の非常事態の緊急効果として陶器や 樹脂などの非金属製の硬貨を使用したり、硬貨の代用品として郵便切手を用いたこともあった。流通を目的としない、収集家向けの硬貨には、クリスタル製のものや宝石をはめ込んだものなど、単なる装飾品に近い硬貨もある。ただしこれらは、全て法的に有効な通貨である点が、記念メダル等とは異なる。日本の500円硬貨は、 発行国内に広く流通している効果としては、2013年2月、現在の時点では、額面として、スイスのゴフラン効果と並んで価値が高い。このため、口実するとおり、過去に大規模な偽造、変造事件が発生している。右の表にはないが、流通を目的として発行された効果として、世界でも高い価値を持つものには、メキシコが死臭国の50ヌエボペソ効果などがあり。 約二百九十八円の価値を有する。しかし、発行国であるメキシコ国内においても、この効果はあまり流通していない。なお、日本の五百円効果が発行された当時は、スペインの五百ペセタ効果は約七百円、ドイツの5マルク効果は約六百五十円、スイスの5フラン効果が約七百円の価値を有し、日本の五百円効果を含めて四大工学効果と、 なっていたが、ペセタ、マルクは、ユーロ以降に伴い、廃下されている。流通を目的としない効果、例えば記念貨幣などでは、日本円で500円を超える、高額面のものが、各国に多数存在する。効果は、素材となる、金属価格の高騰や、インフレーションなどを原因とする、貨幣価値の下落により、金属資源として、額面以上の価値を持つに至り、 そのため、いつぶされてしまうこともある。いつぶしに対しては、法的対処のほか、効果の変更の対策が取られる。日本においては、例えば明治期に貿易銀がいつぶされた事例や、1906年の銀価格上昇の際に補助貨幣としての銀価がいつぶされる恐れがあったため、約25%減量した事例がある。1948年から発行された一円王道貨も、 戦後のインフレの中で、素材価格が額面を超えるため、小額通貨の整理及び、支払金の波数計算に関する法律で1953年を、限りに配下とし、アルミニウム化に置き換えた。現在も通用する100円銀貨は、2008年頃の銀相場 1g あたり50円を参考にすると、含有する銀の価値は144円となり、銀素材としての価値が額面を上回る。 日本の法律では、効果を損傷、いつぶしすると、貨幣損傷等取締法により1年以下の懲役、または20万円以下の罰金に処せられる。資源として転用するなどの目的のほか、握力の故事のために効果を折り曲げる、ペンダントにしたりマジックのために穴を開ける行為も罪に問われるほか、仮想時に名戦として遺体に効果を握らせることも禁じられる。ただし、 ここで有う兵に日本銀行券は含まない。また、世界のコインを損壊することは国内では罪に問われない。なお、世界では効果の加工を制限していない国家もあり、例えばアメリカが州国では一戦と効果等を加工するスーベニアメダルマシンが存在する。効果は紙幣ほどではないが、しばしば偽造、変造されることがある。 日本の刑法における効果の偽造、変造に対しての罰則は向き、または3年以上の懲役であり、国際的な相場から見ると重刑である。もっとも運用上は加減ギリギリの量刑とされることが多い。日本において起こった大規模な偽造事件として、天皇陛下御在位60年記念10万円金貨をめぐる大規模な偽造事件がある。 含有する金の価格が約4万円分で額面の10万円を大きく下回り、偽造化を鋳造した上で、額面換金することで、大きな利益が出せるため偽造対象となった。海外から持ち込まれた10万円偽造化については、圧延して、効果の体をなさない、金地金の形にして所有者に返還している。また、大規模な変造事件として、 国外の硬貨を加工して500円硬貨として通用させた変造事件がある。韓国の500ウォン硬貨は日本の500円硬貨とほぼ同じ素材と大きさでやや重かった。その価値は約50円であった。500ウォン硬貨をドリルで削って重さを500円硬貨と同じにして自動販売機に投入して商品や釣り線を左手したり返却レバーを押して 真の500円玉を採取する事件が多発した。被害を受けて、日本では2000年に、素材を変更した上で偽造され、が太陽細工を凝らした500円硬貨が発行された。以後も2005年2月、東京都、福岡県、熊本県の以上3都県の郵便局で、大量の偽造500円硬貨が発見され、その総数は2万枚にも及んだ。 日本郵政公社や警察による調べでは、校歌の素材が本物と同じ銅やニッケル、亜鉛の合金が使用されているが、その割合が異なっており、光沢がないことや、文字や模様の一部が欠落していることなどが特徴とされている。コイン収集とは、古今東西のコインを収集する行為であるが、紙幣を収集する行為も含まれることがある。西洋において、コイン収集は古くは、 王公貴族の趣味であった。その当時は、オリエントのコインや、ローマコイン等が主な収集対象であったが、現在では、あらゆる種類のコインが対象となっている。日本においては、江戸時代前期、関営通り、宝の発行によって、それまで流通した多種多様な円形型光線が廃下となり、それに伴って、古銭収集が始まったとする説がある。早い例として、 1694年に刊行された趣味全般の手引書、万宝全書の一巻が古戦商会に裂かれている。同時代の大収集家として丹波国福地山藩主、くつき綱が知られている。日本でのコインブームは1964年のオリンピック東京大会記念1000円銀貨の発行が火付け役となった。 2000年から2002年の間に作られた1円と50円は製造枚数が少ないため高プレミア付きで売買されている。その中でも特にコレクターの憧れとしているものは1987年発行の50円。これは77万5000枚と貨幣セット用のみの発行となっており流通から見つけるのは非常に困難である。また製造時に刻印がずれている。 エラー効果の収集家もいる。エラー効果とは刻印の二度打ち、影打ち、傾斜、また穴開き効果の場合は、穴なしや穴ずれなどいわば不良品の効果で、これらは検査の途中で取り除かれるのが普通だが、日本の場合、5円と50円は中央に先行する工程で、穴の位置がずれた効果が時々流通に回り、発見されることがある。根強いマニアは多く、東京や名古屋、 大阪で毎年定期的に組合や大手業者の主催でコインの展示即売会が開催されている。特に5月に東京で開催される東京国際コインコンベンションには日本全国の業者はもちろん外国の造幣局や業者も出展し全国の収集家が集まる日本最大のコインイベントとして定着している。コイン収集家には様々な人がおり、 本格的なコレクターには、例えば官営通り宝や、イギリスの銀貨のみに絞った専門的な収集家が、最近では、コインの世界にも、切手と同様に、国別コレクションからトピカル、テーマティックコレクションへの変化が起きている。コインの状態のグレードは、日本では一般的に以下のように分類される。1988年以前は、 臨時通貨法の下、日本では事実上の現金通貨が日本銀行券と臨時補助貨幣のみであったため、効果は補助貨幣と称されていたが、1988年に制定された通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律以降は貨幣と称する。1931年に満州事変が起こり、国際情勢はきな臭さを増していた。 そもそもこの法律は戦後のインフレーションの進行に伴い、高価の素材の金属の価格が額面を上回ることになっていつぶされる事態を防止することをきっかけに制定された。日本の高価を持ち出して海外で加工し、それを持ち込むことも罪になると最高裁で判示されている。ビッキー・レオンチョ、古代仕事大前、株式会社原書房二2009年、細谷春夫、 宮崎京に編集、多角形百科 P50 前2015年6月30日、発行 ISBN978 から4から62108940、ウィキメディアコモンズには、効果に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。